まあでも1日だったんですけど、まあ般若君と秋山に2回ぐらい集まってもらって、まあ本番に向けて割と練習できたんで楽しく滞りなく行けましたね。はい、もう単純に般若君と秋山がラップとそれにこう答えないっていう、そのワンアイディア面白いなと思ってで書き始めました。秋山は裸面白いし、般若君は裸かっこいいから、なんかそれもし、そのラップと一番遠いというか、はい、まあラップでしょうね。その般若君っていうすごい、ラップの世界のカリスマと、秋山それこそ憑依型って言われてるコントの記載がこう噛み合って新しいものができてると思うので、その辺を楽しんでいただきたい。半径1メートルの君、上を向いて歩こう、ぜひ劇場でご覧ください。この感動は半径1メートルで起きる。僕の娘に付きまとってるストーカーですわ。びっくりしたぞ、入院だなんて。悪いけど、全部わかってるから。明らかに仕事減ってますよね。しおりさん、好きな人いる？え、いい加減にしろよ。あるぞ、お前も。ずっと嫌いだったの、お姉ちゃんのこと。タイムトラベラーでしょ、時間旅行者でしょ。エンタメの炎を絶やさない豪華キャスト、スタッフが集結。絶対できます。8つの密な物語の劇場映画、半径1メートルの君、上を向いて歩こう。ええ天気やな。